えー、改めまして、えー、四習字と聞いて思い出した方いらっしゃいますここちっちゃいな、えーっと、思い出す方、思いついた方いらっしゃいませんかね。えー、今日はですね、あ,いあ、えー、っととっ <laughs> あえりがとうございます。えー、思い出した方それから、えー これから覚えていただかないといけない方、えー、このパンフレット見たことありますみ見たことない,ないんだったら、えー、と限定1号 <laughs> 後ろまで行きましょうね、あさっきはあのここから後ろだ前だったので、えー、ここから後ろの方で、えーと、合唱について書いてあります。 これで要衆寺についてのちょっと書いてあります。関係あります。ますはい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、いただいてください,、はい。いただいてください。いただいてください。はい。あ,、はい、ありがとうございます。ええ、あの選挙運動しているわけではありませんけれども、はい、<laughs> なるべくあの合唱と題目が。あの 広がればとと思っておりまますすちゃんん後ろ前すいません最初に手を挙げてくださった、はい、ありがとうございます、え実はこれあ、申し訳ございません、これで終わってしまいまして、実はあの、えーと、100円で売ってます、<laughs> はい、わ私がこれを書いてるんですけれども、私が買っても100円です。 菩提寺の,の,あのお商人さんに言って大親教で出しているあの合唱のパンフレットを読みたいんだけどもって言ってくださったらお商人さんがこの衆務員にあの、えー、言ってであの取り寄せてくださいますのでどうかよろしくお願いいたします。えー、これは不思議なことに、えー、無料で頒布しているものよりも販売なのにあの世の中に出ています。 でそれはあの大親教の会長さんの池上さんという方が一生懸命手売りしてくださってるんですけどねえ彼の上に今6万部すってるって言いますかねえ大あの,注文の中でで大ベストセラーですそれはあの書かさせていただいて後ろ側に「養州寺の説明」でこれはなぜそういうことになっちゃったかというとあのいろんな仕事をさせていただいてるんですけれどもあの皆さん私の顔を見るのはほぼ初めてですよね。 あのいろんなことをさせていただいているんですけれども苦労しながらですね、あの日蓮宗新聞に写真があまり載ったことはありません名前を載ることはあるんですけどね。家の者がですね、あのお商人はその6畳まであのこもって一生懸命パショパショパショパシ,ョパショから本を読んであれを引っ張ってきてってやっているのにあの他のお商人さんは写真が載るのにあのなんで写真載らないんだっ,つって言われましてですね で池上会長さんにあの「家の門にそう言われるんです」って言ったらですね「うちは顔も載せます」それからあの説明文も載せてだきますっていうことであのまるで「養州寺」が作ったパンフレットみたいになっちゃってますけども実はあの公的なパンフレットでございます。でそういうふうにあのさしていただいております。えー、州寺、えー、と聞いてですね「養州寺は」は紀州御三家のの おお、寄宿家での要衆院おまんの方様って言えばみんなわかりますね。あ知らない人いませんありがとうございます。寄宿家のボダイ所です。え、あんまり有名じゃありませんけどね。でもあの日蓮宗で五千カジアル中でおまん様の要衆寺となっているのはたったの一カ寺です。え、世界でというか日本まあ世界でって言ってもいいですね。世界でたった一カ寺のお寺です。え、本門寺様。 ありますけども、法華経の大事な言葉なので、本文字っていうお寺は指が折れます。妙法寺さんも折れます。しかし、揚州寺さんは。世界にたった一つなんだ。いうことだで、ええー。今ですね、あの、聞かれて。ええー、州寺ではないんですかって、みんな思いましたね。思わなかったですか。 これはあの、えー、外へ行くとですね「幼獣児,児」ってこうあの言われてしまうんですね。でところがですねしかし外へ行くと「あの幼稚児さんですね」って言われちゃうので私はあの師範にですね面倒くさくなっちゃって「あのもう幼稚児,児でいいじゃありませんか」って言ったら「これは国文学やってましたからねえらい怒られました」。 何を簡単なことと言ってるんだともしかしたら和歌山の鉛かもしれないけれどもねはるかなる伝言ゲーム録画録音もできなかったからそこに過ちがあったかもしれないけれどもそれはそれで意味がある今軽々に「幼児児」と名乗るのはよくない「幼衆児は幼衆児だ」とねえらい怒られてですねそしたらあのおまん様の陰号がお寺の名前になってます。 妖宗寺が妖宗寺である以上はおまん様も妖宗院で妙正日信大師とお読みしなければいけないのじゃないかと法皇がですねでお勤めでですね、えー、それまでは師範に怒られるまでは 幼娠院伝明正に信頼司法長を保温者徳とご栄光をさせていただいておりましたけれどもその日からはですね幼州伝ににししををと申上げるようになりましたするとですね幼娠院というふうに音を出していた時はですねおまん様の強さが伝わってきましたけれども幼娠院伝明正に信頼師と濁らずに幼娠と申し上げました。 あこれウがつきます要衆因伝明書に信頼象徴を保温したとことご予をするようになってからはおまん様の強さを支えた優しさそれから信仰の深さがじわじわと伝わってまいりましたですから皆さんも今日を限りに要衆院様なんやなという思いをしていただければはい幼衆院様です。 では、うなずいてくださったので袖の下を、はい、すみませんありがとうございます。ときどきもうちょっとございますね、ああの笑顔の安女様に <laughs>、はい、あのすぐあの、えー、とお孫様の反応してくださったんですね、えー、お孫さんじゃなかろうかということで。はい ですからあ届けさせていただきましたえ和歌山の梅でございますで和歌山といえばみかんと皆さんおっしゃる、はい、え有田みかんですね今日、衆務員の玄関から入ってこられましたね私は皆様をお出迎えの女として有田みかんをおいありがとうございます袖の下がもうございません <laughs> 今配ってしまってえなもう何もなくなってしまいましたえまたまたの機会に <laughs> 申し訳ございませんえ本当はですねあのなんていうか、えー、今の合唱のパンフレットはもうちょっと残す予定だったんですけども皆さん欲しい欲しいとえいい気になってあとのことを考えずに大変失礼いたしましたで、えー、今年はですね日蓮様の「日蓮様」 お母様、妙蓮尊義の七百五十音記でありました。で盛大に法要が取り行,わ行われたわけでございます。けれども、養主院様は、宗門の母とも呼ばれております。表現されております。多くの寺院に携わってこられました。けれども、実は新しい大きなお寺を建てられたよりも。 由正しいお寺がさびれているのを復興したことの方がうんと大きな功績でございます。三、え、松、ー、の蓮英寺さんそれからあ玉座の明王家寺様もあの本山2つですね、えー、復興させているから駿河の観音寺様は、えー、本山ではございませんけれどもここも御海んがお年様でございます。 でそういういい正しいお寺がです、ね、喋れてい江戸時代の初めに喋れているのを復興されたのが一番大きな私はあ功績だろうと信じております。まあ、和歌山におきましては御三家で徳川家が入ってこられるとともにおさ様が入ってこられてからああのよお題目のお寺日蓮宗のお寺が増えるわけでございますけれどもそれまではやはり高野山の麓でありますので真言宗と それから石山本願寺お念仏のお寺が攻められた時に疎開してくるのが和歌山の門ですからお念仏のお寺が多かったんでありますけれどもお孫様が奇襲入りしてからあお題目のお寺がポツポツと建てられたわけでございます。で幼衆寺はどうかというとお孫様がお,てお建てになられたお寺ではございません。えー、母大のをともうううために、えー、中小日後聖人という方があこれあのもう ピンンポイントでいきますけれどもあの身延さんの上六堂のお,お釈迦様ですねお釈迦様を彫、えー、られた日後商人を、えー、和歌山に頼朝は招いていますその時の伊織が幼衆寺に発展していきました。